ちょっと続きとんの怖とか思ってたらいきなりこれなんだけど、ニニアンは死んだ。まあそうですけど、ネルガルの何わらこれ、狭小だけがうつろに響く中、一行はヘクトルの提案でひとまずオスティアへと向かった。ありがとうヘクトル。疲れ切った皆に休息を与え、体勢を立て直さなくてはならない。オスティアはリキアで最も堅牢の守りを誇る城壁都市。いかなる敵も容易には手を出せぬ場所のはずだった。はずだったよはずだったけどダメだったよ。いやー、ニニアンちゃんなー、29章悠久の交差。ニルスくんがどう思ってるかよね。青お城の中青いかよ。青大好きかよ。ご無事でのご帰還お喜び申し上げます。兄上は？は、先日エトルリア王国との会談にご出発なさいました。お戻りは半月後になると伺っております。エトルリアに？しょうがねえな。とにかく部屋を用意してくれ。みんなを休ませたい。は。ヘクトル。うわぁ、なんだこの部屋。じいさん、あんた、なんか知ってんだろう。教えてくれよ。俺たちはどうすりゃいいんだ。そうじゃな。お前たちには知る権利があるだろうな。何ですか？どうしたらいいんですか？あ？ネルガル。ああ、これ二人がプリキュアの時代ね。奴と出会ったのは500年も昔、ナバタ砂漠でだ。奴もわしと同じく、この世の真理に魅せられたものだった。自分と同等の力、知識を持つわしらはすぐに意気投合した。二人でかかればこの世の謎すべてを解き明かせると、そう思った。やっぱ二人はプリキュアだったんだ。究極といえる高みでの思想の不一致だよ。わしらはナバタ砂漠を散策するうち、一つの不思議な村を見つけた。信じられんことにそこでは人と竜が手を取り合い共に暮らしていた。竜と人が一緒に暮らしたりできるものなのか。いやでもニニアンちゃんとか人間の姿になればいいんじゃないの。だがそれは本当に存在した。本当に竜の姿で人と仲良く暮らしてたのかな。それはすごいわ。すごいっちゃねー。目の当たりにする竜の姿。それはかつて、わしが信州の一人として戦ったものとは、似ても似つかないものだった。そうなの。あ、ちょっとエリウッドがうまいの言いながら聞いてる。エリウッド大丈夫？エリウッド、お前、続けてください。仲間外れとか無理です。仲間外れは、悲しいよな。なあ、彼らは人流戦役の時人と戦うことを嫌い、そこに逃れてきたのだという。なんかゴジラみたいだな。でかいね。人目を逃れて暮らすことを望む彼らにワストネルガルは魔法で結界を張ったオアシスを作り出し、そこに彼らを招き住まわせた。そこでの生活はとても穏やかで満たされたものだったよ。いつしかその村は理想郷と呼ばれ、迷い込む旅人の安らぎの場となった。理想郷。まだあるんですか？竜族の知識はわしらを夢中にさせた。むさぼるように彼らの言語、歴史を学んだ。100年、200年、時は瞬く間に過ぎてゆき、わしらの考えは少しずつ別の方向へと分かれていった。どんな風に？わしは竜の英知を他の者にも伝え、いつかこの理想郷をもっと広げていければと考えた。ネルガルは？竜の知識を使い、あ、よくない。あー、よくないね。己の力を増す術、術を発見した。よくないよ。わー、ネルガル。なにこれ、真っ黒クロスケ。恐ろしいことだった。それに気づいたわしと長老は、ネルガルにやめるよう強く説いた。じゃが力に見せられた奴は耳を貸そうとはせんかった。はじめは小さな生き物から小動物に犬から馬になり、そしてその対象が人に移った時、わしは村の民と力を合わせ、奴を倒した。いや、正確には倒したつもりだった、か。てんてんてん。死を免れたネルガルはベルンに逃れ、
わしらに見つからぬよう力を貯めていたのだ。じゃあ、アトス様のせいじゃん。アトス様がちゃんと仕留めておけばよかったのに。まあ仕方ないですよね。モルフという人形を作り出した。人を魅了する容姿、人を超える頭脳。ああ、なんかめちゃくちゃ綺麗だったりかっこよかったりするのは意図的なんだね。お主らも何度か目にしておるはずだ。黒い髪に青白い肌、唇は血塗られたように赤い。何より印象に残るのは金に光る二つの瞳。そうだね。可愛いもんね。もう名前忘れちゃったけど。敵襲、敵襲です。え？なんだと？なんだと？大変です。謎の一団が城内に入り込みました。城に入り込まれるまでどうして気づかなかった？いきなり何もないところから湧いて出てきたんです。突然の奇襲に城の守備兵団は壊滅状態です。何やってんだ？まさか、難攻不落と名高いこのオスティア城に、そんな簡単に侵入されてたまりかよ。ネルガルじゃ、奴が手下ども、魔導の力によって送り込んできたのじゃ。畜生、舐めやがって。なんとしても玉座だけは、死守するぞ。おー、兄上の留守に城を奪われるわけにはいかねえ。待って、ヘクトル、私も行くわ。エリウッドは昇進だから彼は。エリウッド、休んでてもいいんだぜ。ミトコン、お前が頼りだ。何か策をくれ。そうだな。じゃあ、そうな。いくらかの間を持たせれば近くの砦から援軍が来るはずだ。はい。いつものですね。いつものですね。わかりました。どんどん少なくなってくわ。もう相性占いすらできないよ。ニルス君。18人も選べる。とりあえずマップを見せてよ。ここを守ればいいんでしょう。ちょっと待って。弓、弓、ミール。あ、ちょっと待って。こっちにも。あー、なるほどね。宝箱。これ、ヘクトルんちの宝箱でしょ。いいの？開けて。こっちにも入れるんだ。何ターン死守かな。別に大丈夫だと思うけどさ。なんか弓がめちゃくちゃ多いのも気になる。遠距離しかいない？もしかして。そうか。わかりました。そんなに死ぬ人がいない方がいいな、そしたら。ヤクルトお兄さん。やばい、ヤクルトお兄さん死ぬな、これ。弓を避けられるかどうかってとこだな。あ。は。ヤクルトお兄さん、あと一発。いや、あと二発。二発避けてくれ。にゃーん。この人、攻撃の術持ってたんだ。いいけど。あれ？何開けてんだ、勝手に。そこ開くんだったんだ、そして。開くとは知らなかったな。敵増えるのかな、そしたら。盗賊。宝箱を取りに行くと見せかけてそこを開けるという任務を任されていた。マジか、届く？届かないんだよな、微妙に。微妙に届かない。崩壊。追っかけろ。ラスも届かん。まあ、一応、オズインが追っかける形を取っておき、多分下からまた湧いてくるから。崩壊。そして、ラガルトさんは時間をかけ、扉。あれ、扉は？ダメだ。扉開かね。扉が開かないので、マーカスが、こっちを開けて、宝箱を。あれ？ちょ、ヤクルトさん？あんた、盗賊の鍵どこにやったねん。ちょ、この人、盗賊の鍵持ってないよ。やばいやばい。やばいやばい。急げ急げ。11ターンが終わる前に。11ターンが終わる前に、盗賊の鍵。てか、輸送隊にあったよね。ちょっと待ってよ。もうやだあれ？盗賊の鍵はあんた。持ってない。あれ？
もないの、もしかして。やだ、他の人からもらってこなくちゃいけなかったんじゃん。やだーやだー。だとしたらイサドラさんってそんなに持ち物、あー銀の剣ぐらいか、壊れそうなのが。やだそんなことってある。こうして宝の鍵、あ、宝の鍵さんがあるじゃん。そう、うわマジだよ。じゃあラガルトさんじゃなくていいじゃんうわマジだよ。パントテンさん、そしたらワープさせに行けば、その頃には多分サイレス切れるだろうし。そう、いやーやだー、何これそんなことって終わり？いやよ私。あ、なんだ？一発じゃ殺せないか、リンちゃん。リンちゃん頑張れ。リンちゃん、その 15% を外してみせろ。かっこいい避け方。かっこいい避け方だ。さすがリンちゃん。惚れた。元から惚れてる。かっこいい。あ、勝利確定 BGM だよ。お？治ったか？治りましたか？毒ってる。もう毒で死ぬじゃん、この人。3ターンぐらいで治るんだもんね、毒。何さ何さ何さ、来なくそう。ドギャーン。あれ、もしかしてこれで終わり？宝開けられない？そんなことはない。もう一回敵が出てきて増えたら音楽変わんのかな。そしたらそんなことがあるんだ。どうしよう。ジャハルそんなに持ってないね。持ち物交換、イサドラ、宝の鍵、待機、交換、あーダメか動けないかなって思って、交換の後に。そうですか。どこか行くのかな、スティア兵たち。これ敵出んの敵大丈夫？出る？ルシアさん、一応回復しとき。傷薬1個だけじゃ中途半端だからいいよ。いやー、おかしいぞ、こんなのって。こんなことでいいんですか。金子さん、輸送隊受け取る、宝の鍵、待機、パントテンさんに送ってもらうか。まあどうせ敵出てくるんでしょ、知ってるわよ。そんな、あれあれれ、おかしいな。この辺までワープさせて、ワープ結構経験値もらえるんだね、なぜか。なんかみんながすごく成長してくれて、おばさん嬉しいおばさんね、嬉しいわ。そんで宝箱、竜の盾もらっちゃっていいの？ヘクトル悪いね。君んちの備品もらっちゃうね、そしたら。いや、オスティア兵が毒で死のうとしてるわ。かわいそうだからかわいそうだから、この
ラスト1回にリライブ、リライブ使ってあげるよ。ちょうどなんか邪魔だなって思ってたんだ。あげる。なんだ、簡単じゃん。ボディーリング？ボディーリングを手に入れた。嬉しい。あ、お金。お金出てきた。いいの？ヘクトル、悪いな。こんなにいただいちゃって。こんなにいただいちゃって悪いわね。やっぱ敵を一回全滅させちゃうとあれなのかな？お、来た来た。ヘクトル様ご無事ですか？ヘクトル様をお守りするのだ。オステア重機師団突撃せよ。ちょ、乾燥するわ。エアコン消すわね。ふん。なあ、じいさん。今の奴らがもしかして。ああ、間違いないじゃろ。奴の作り出した、モルフども。確かにみんな同じような特徴だったわね。そういえば、バロールにいたエフィデル。黒い牙のソーニャも、みんな、作られたものだというの？神を冒涜する行為ぜよ。せやな。モルフを使い、ネルガルが行動を起こした時に、奴の力はわしらの手に負えぬものとなっていた。人の次に奴が望むもの、それは竜のエーギル。奴はきっと理想郷を狙うに違いない。どこにあんだよ、じいさん。わしは砂嵐を操り理想郷を隠した。そして近い席に潜み、奴との対決を待っておった。そうなんだ。刺し違えることはできよう。そんなおっさん。そしたらおっさんが死んじゃう。だけど、ネルガルは現れなかったんですね。そうじゃ。どういう手を使ったのかわからんが、奴は竜の門からあの兄弟を呼び出したのだ。そしてさらに、たくさんの竜をこの地に招き入れようとしている。それを止めるにはどうすればいいんだ。最後の望みは残りの新生期の力じゃ。あるんですか？わしらで全てを集めるのでは時間がかかりすぎる。今からわしは封印の神殿に行き、プラミモンドに全てを話す。またあの人か。あやつの力を何としてでも借りねばならん。僕たちは先に竜の門へ向かっています。これ、おっちゃんが失敗したら全部終わりじゃん。なんと、わしだけに責任を任すというのか？そりゃ明暗かもな。ネルガル自身には歯が立たなくても、奴の手勢を減らすことはできる。早くネルガルの正体に応じないと。今みたいに向こうから仕掛けてこらえる。そんなことされるくらいならこっちから行くわ。これ以上力を荒らされるのごめんよ。リンちゃんかっこいい。お前たちは本当に。ローランによく似て。ふっ、この年まで生きて、こんなに驚かされるとはな。おっちゃん、アトス様。定められた運命を変えるのは、結ばれた強い絆。行くがいい、若い者たちよ。竜の門を目指して進んでいくがいい。俺たちの冒険は、これからだ。エリウッド、デュランダルはどうした？そう思ったの。エリウッドの持ち物いなかったから、使えない。どっかにやったのかと思った。ここに申し訳ありません。どうしても使う気になれなかったのです。ああ、だからなかったわね、持ち物欄に。びっくりするから、やめて。一度預けてもらうぞ、構わんな。はい。まあね、それで、ニニアンちゃんを切ってしまったから、気持ちはわかる。じゃが、この武器なくしては、ネルガルに傷をつけることすらできんのだぞ。わかるかい、リュット。わかっておるな。はい。次に手にするときには、迷いません。そうだぞ、うむ。うむ。外伝マップ？進みましょう。